はい、今回はね、あのゲームとはちょっと関係ないんですけども、1月下旬にね発生した、まあ、交通事故ですね。はい、まあ事故りましたというか、相手が勝手に突っ込んできたんですけどまあそういった事故がね会いました。まあ何回かツイッターとか、なんだっけ、お知らせ欄で YouTube でも書きましたけど、まあようやくそのね解決への道筋ができたかなということで、まあ記録とね、もしかしたら誰かの役に立つのかわかんないけど、そういった意味も込めて、まあ動画化というかねしておきましたよ。でまあこれね、基本的に自分悪くないって言った通り、まあ最終的には10対0で、特に過失はなかったんですね、こちらには。うん、まあ実際ないんだけど、よくネットとかね、テレビとかで聞いてると10対0はあんまりなくて、せいぜいよくて8対2とかそんなもんだよっていうのがよく聞くから、全然悪くないのに悪くないのに、過失2とかなっちゃうのかなと。まあよくね10対0なんて存在しないなんて言われましたけど、今回はまあ10対0ということ。まあ実際に車線もはみ出してないし、制限速度も制限速度以内だったし、特に酒も何もやってないし、まあそういったことでね、過失がゼロなんですよね。ない。まあそういった意味で、うん、10対0なのかなと。でもそういう状況でもね、8対2とか聞くから、ああ、マジでなんて思ってたんですけど、まあ、とりあえず10対0ということで、そこは安心と。まあ相手の方もギリギリ良い人で、ギリギリって言ったら失礼なのかな。良い人で、ちゃんとね、自分が全面的に悪いということと、ちゃんと任意保険に入っていたということもあって、まあ、平和的には解決したのかなと。よくね、この手で揉めるのは相手もね、なんかダダこねたりとかしますんで、まあそういったものがなかったのは救いだったと思いますよね。あそこでね、ダダこねられるとまたこう、なんか変な沼にはまってっちゃって、めんどくさいことになっちゃうんですけど、それがなかったというのは大きかったと思いますが、なんかね、やっぱこう、気分が良くないわけですよ。で、自分ほとんど体的にはダメージはなくて、車ですね、なんていうのかな、正面から見て左側の部分にちょっと損傷が出たぐらいで、まあエンジンとかフレームはおそらく問題ないのかなといった感じです。ただ相手の方は当然バイクなんで吹っ飛んでしまったんですよね。でまあ後々写真も撮りましたけど、すんごいパーツがバラバラになっちゃってて、もうバイクもね、なんかよくわかんないぐらいにねじ曲がっちゃってるわけですよ。で当の人間の方ですね、ドライバーライダーっていうのかな、はまあ幸いに骨は折れてないんですよ。一回ね電話で話したんです、入院した後に。まあ骨は折れてないと。ただまあ当然ね、相当な勢いで吹っ飛んでっちゃったんで、打撲等でね体中が痛いということと、まあ歯がね折れちゃいましたと。歯が折れちゃったということで、まあ笑っちゃいけないんだけど、なんていうのかな、そういった事故です。だから気分は良くないんですよ。10対0だからといっても、なんかこうね、ズタボロになっちゃった人がここに転がってるというのを見た衝撃が残ってて、全然スッキリしないという、なんともね、胸クソが悪いというんでしょうか、こう気分が優れないっていうのね。うん。そんでその後の運転にも若干影響が出てて、まあこうカーブとかね走ってて、あの車とかバイクちゃんと曲がれんだろうなみたいなね、そういった余計なことを考えることが増えましたよね。なんかこう何もなかった時代とは違って、一度こういうことがあると脳裏にねなんか横切るんですよね。まあそういった意味で非常にこう、落ち着かないようになったような気がします。でまあようやくね、車も台車が来たんで修理の方に入るということでね、まあちょっと時間かかりましたけど、まあそんな感じですよ。でせっかくなんでね、今現場の状況をトミカを使って再現してくれるそうなんですよ。
で、まあ、今ねその場所に行ってるひじき酒さんも呼んでみたいと思います。お前だろうといった感じですけどね。では呼んでみたいと思いますね。じゃあひじき酒さんお願いします。まあ、状況ね、思い出した限りはこんな感じなんですよね。これまあ自分の車ね、こう入ってきて、後ろに、なんだろうな、原チャリっぽいのが貼り付いてましたね。まあバックミラーで見た限り。で、これが事故を起こしたバイク。キラーはいずれにしても、キラーね。このキラーはバイクです。ちょっといいサイズのバイクなかったんで。で、このバイクの後ろにも車が貼り付いてました、これね。何の車かわかんなかった。行っちゃったから。わかんないんだけど。で、この辺で、まあ自分曲がるわけですよ。これね、実際こんなタイトなカーブじゃなくてもうちょっと緩やかです。ただトミカのやつになかったんでこのぐらいになってますけど、もうちょっと緩やかなんですけど、でもうちょっとこっちかな、この辺走ってて、このバイクがまあこう来るわけなんですけど、ここでね曲がりきれないというかはみ出してくるわけです。でまあ自分こっちからこう来て、こうこれがはみ出してきてね、こうぶつかったわけですね。で、まあ、こう吹っ飛んで、まあ、バイクは大破ですよ。で、これ多分、こう避けて、行っちゃったんだけど、これも後ろにいた。で、自分は、ブレーキね、多分ね、ほとんどかけてないと思う。かける暇がなかったっていうのと、かけたら、この人、追突しちゃうんじゃないかなっていうのを、残り1秒で、判断したんですよ。急ブレーキ、やばいなっていうのがあって、この後ろの人突っ込んじゃう可能性がある。で、まあ、そのまま少しこうね、ブレーキかけられなかったんで、スーッと行っちゃって、結構この先で止まったんだけど、まあバイクは行っちゃいましたけどね。で、この車もこう行っちゃって、この人はここに吹っ飛んでると。で、ここがね、すごい、まあバイクの破片なんでしょう。すさまじいですよ。いや、そんな、ちなみに自分のスピードね、おそらく20から30キロメートルパーアワーですね。そのぐらいだったと思います。ここね、非常に細い道なんで、スピードが出にくいですよ。ただこのバイクは、まあもう自分で行っちゃってましたけど、時速40キロぐらい出てたと。ちなみにこの道路は30キロ道路なんですけどね。ちょっとスピード出しすぎちゃったわーってことで、こう曲がりきれなかった、突っ込んできたという形だと思うんですよね。で、まあ、はっと思ってからおそらく1秒ぐらい、後に衝突したと思います。まあ避けようってても無理ですね。1秒、個人的にはうーん1秒あれば避けられる自信があったんですが、今回のことで、あ、やっぱ無理だわということをね学ばさせていただきました。いや1秒だとちょっときついんだなっていうのがね。ただいくつか考える時間があって、まあこれねこうあってこうか。で、こっからこの1秒なんですけど、あ、こいつ転倒したと思って、これ転がっちゃったんですよ。この辺でもうこけちゃって、こうぶつかってきて、ものすごい勢いで羽飛んでって、この辺まで来てたね。で、電チャリだと思うんだけど、かなりもう粉々になっちゃってたね。で、車はね、ちなみにこの辺ちょっとダメージ、ここね。バンパーと、この下の黒いところ、なんていうのかな、知らないんだけど。あと、ここにある黒いカバーみたいなやつと、タイヤのホイールがね、欠けていると言ったぐらいです。まあ、幸いの救いは、まあ、エンジンとかね、フレームがいってないと思うところ。フレームはちょっとわかんないんですけど、まあ、今回チェックしてくれるそうなんですけどね。まあ、そういった流れになってて、まあ、ここで1秒間後に衝突したんですよ。あっって思った時に、でさっきも言いましたけど、ブレーキかけるかどうかっていうのを悩んだのは、後ろの人がね結構張り付いてて、あと若干小雨降ってて、万が一ブレーキかけたら後ろの人までこう突っ込んじゃうんじゃないかということ。それでまあここだったらこけてるし死にやしねえだろうという判断もおそらく一瞬したと思う。うん、まあバンパーぐらいに当たって跳ね飛ぶことは推測したんだね。そう、あんまりこう自分は無駄に避けちゃって、今度こっちのやつとねこうぶつかる可能性もあるし、後ろの人がね追突してしまうかもしれないということで、
まあギリギリの判断、おそらく自慢じゃないですけど、最小の全体がね、全体が最小のダメージで済んだんじゃないかなと個人的には思ってますよ。で、この事故っていうか、こけちゃった人も、まあ、かなり、まあ、重体ではなくて重傷だと思いますね。幸いに骨は折れてなかったということで、打ち身は多分相当あると思います。あと歯が折れちゃったということですね。まあ幸いにそんな悪い人じゃなくて、全面的にこの方がね、悪いと。で、保険もちゃんと任意保険っていうのかな、入ってて、まあ全額負担してくれるということで、そこだけはね、ほんと幸いでしたね。この相手がね、変なやつだと、すごい嫌なんですよ。もう、経験したことないですけど、これすごくね、ごねるとね、こっちが悪いとか。まあ実際警察が入って全部実況見分してくれました。で、すごいなと思ったのは、いつもね、なんだあの警察みたいな不祥事あると言ってますけど、ここに来てくれた方は、すごいですよ。このわずかなこう、タイヤ痕とかね、このバイクがすこけた後から、当時のどういうことが起きたかっていうのをほぼというか完璧だったかな、再現できましたよ。あ、そこまでわかるんだってこうね、タイヤのね、あと、ちなみに自分ブレーキ痕ないんですよ。ブレーキかけてないから。で、この人がこけたっていうのがあってね、で、この辺の傷の状態からこの辺でもうこけて、で、本体のボディが何もいってなくて、この下だけね行ってるってことから、要するにこけちゃっててこの下に入り込んだと。ただまあバンパーがあったんで吹き飛んでたといった感じで、まあそういった感じのことまでわかると、見てなくてもね。まあドライブレコーダーの記録があればよりそれをね、確証づけるものになるんですが、あ、警察ってやっぱ伊達じゃねえな、みたいな。普段ね、なんだ警察不祥事ばっかりで、みたいなこと言ってましたけど、あ、おまわりさんやるじゃん、みたいな。違ったことをね、思い出させるというか、気づかされたというか、ありましたけど。まあ、そんなこんなで。まあ、事故の状況はこんな感じだったんですけど。まあ、悪い人じゃないし、ちゃんと任意保険入ったし、話聞いてると、なんだろう。前もやっちゃったんですよ。あははなんか言ってて。だよ。運転する資格ないじゃん、みたいなね。ちょっとね、この辺から暴走始まっちゃって、放送禁止っぽいので、ちょっとね、マイクはこっちに戻しましたけど、まあ、要はね、何が起きるかわからませんよね。なので、絶対自信がある人なんていないと思いますけど、まあ、自信ありげに言ってる人ほど怪しいみたいなね、感じはします。まあ、誰でも起こりうる感じはしましたよ。自分もまあ、避けれんだろうと今まで思ってたんですけど、1秒じゃ避けられませんでした。ということで、まあ、なんとかね、解決への道のりが見えてきたといった感じではありますが、まだまだね、車が戻ってきてませんので、そもそも直せんのかな、というのがあります。まあ、バンパーとかなんですけど、実はバンパーもね、複雑に自分配線つけちゃったんですよ。そういった意味で、どう直すのかな、っていうのがあってね、頻繁に電話かかってきてもなんか鬱陶しいし、非常に悩ましいことになっちゃった気もするし、まだよくわかりません、その辺はね。まあその辺が終わるとついに解決といった感じになります。で、まあ事故って結局起きますからね、起きますから、その時どうするかっていうのが一番重要なのかなって。まあ逃げちゃうっていうのが一番最悪なパターンですしね。はい。で、もしこっちにも過失があった場合は救護義務とかもあります。まあ今回もあったと思うんですけど、まあそこの近くにいた人がね、全部やってくれちゃったんですよ。なんだ、日本人いいやつじゃん、みたいな。本当に。全部警察と、救急車呼んだりとかね、その近くにいた人がやっていただいちゃって本当に感謝なんですけども、自分がもう車から降りてきた時にはそういった処理が終わってて、まあ自分はどちらかというとね、その証拠保全というか、写真とか動画撮ってたんですよね、こういうのね。はい。何やってんだって言われちゃうのかな。でもこういうのって大切だと思うんですよね。だから、何かあったら、まず救護義務を行った上でね、写真とか動画を撮っておくっていうのも大切なのかなと。後で揉めますからね。
運がいい時はいいんですけど、いいと、運がいいって変かな。うん。ちゃんとしてくれてる人ならいいんだけど、結局こういう映像とかがね、とても重要になります。まあなのでね、動画を撮っておく、写真を撮っておくっていうのは大切かなと思いますよ。うん。で、このおかげでね、大体の、状況が見えたりとかします。まあここまでね、警察が関わった事故って初めてだったんで、いやまあ勉強って言っちゃいけないのかもしれないけど、勉強になったなと思いますよ。ということでね、ちょっと記録として残しておこうと思いましたんで、動画化というか、なってしまいましたけどもね、いかがだったでしょうか。安全運転ですよね。安全運転。本当に、死んじゃったら何ものありませんのでね。ということで、ではまた。